キックオフ。レアルマドリーがボールを動かします。ルーズボールになった。カカ、クリスチアーノ・ロナウド、このパスは通りません。クリスチアーノ・ロナウド、サニャ、ファブレガスです。スローインになりました。タナボタのスローイン、攻守が変わります。グーティーです。カカが絡んでいきます。ファンペルシー、イグアイン、ボールにはファブレガス、ファンペルシー、しかし強い、速い、うまい、ボールを奪います。アルベロア、ここでシャビアロンソ、カカがそこにいます。イグアイン、デニューソン、ここにいます。グラネロ、カカ、枠を外しました。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。カカです。ここでイグアイン、パス通りました。顔を上げたい。あと数センチ内側だったらというシュート。ここはペペのテリトリー。シャビアロンソです。グティが絡みます。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、いい形ができつつある。前に出しましたが気を抜けません。これはラウル・アルビオル、ディアビ、セスク・ファブレガス、ファンプルシー、ディアビ、アルシャビン、クリシー、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ディフェンスがクリアします。アロンソ、ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。ゴールが見えてきた。レアル・マドリー、深い位置でスローインを取りました。上がった。あっと、スローインに変わります。ミスパスがありました。このボールはスローイン。クリスチアーノ・ロナウド、さあイグアインです。つながります。ボールへの寄せが非常に速い。岡田さん、アーセナルですが今日の試合はほぼ互角と見ていいでしょうか。どちらに転ぶか全く分かりませんね。それだけに魅力的な試合ですよ。チャンスの匂いのするパスです。よく聞いています。シャビアロンソ、つながった。鋭い読みでカット。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここでセルヒオ・ラモス、ここでシャビアロンソ、雰囲気があります。アルシャビン、ファンプルシー、ドリブルでの持ち込み、この判定はフリーキックです。クリシー、この動きがアルシャビンです。タイミングバッチリ、体をうまく使って寄せました。アルベロア、ファブレガス、アルベロア、グラネロ、グティ、イグアイン、勝負どころと見たか。前に飛び出します。前方に運びました。レアルマドリーのスローイン。このマッチアップでのぶつかり合いは厳しいか。ボールはキャッチされます。ファブレガスです。ウォルコット、コーナーキックになりました。
クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ここでグティ、カカ、サポートも寄っていく。さあ上げたい、いい寄せです。パスをこの位置で防ぎます。ボールにはウォルコット、ディアビ、ファンペルシー、ガラス、ディアビ、デニューソン、アンドレイ・アルシャビン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。シャビアロンソです。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、ここにサニアがいます。テオ・ウォルコット、副審のフラッグが上がってオフサイドです。オフサイドになるということは狙っているということでもありますからね。ここにいますグラネロ、ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。前に押し出します。ボールにはファブレガス、セルヒオ・ラモス、グティです。クリスチアーノ・ロナウド、タカが絡んでいきます。これはもったいない、オフサイドです。オフサイドですか、ほんのちょっとでしたね。いい形を作りつつあります。ゴールを狙いましたが入りません。もっとシンプルなシュートで良かったと思いますよ。アルシャビン、このボールは外に出てスローインでの再開となります。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。前半が終了いたしました。同点の状態で後半戦へと臨みます。一気に切ってきました。さあ後半開始です。ガラス、ここにサニアがいます。プレーは続行です。続いていますね。パスコースにはディフェンスがいます。カカがそこにいます。ベンゼマ、戻すしかないということでしょう。クリシー、アルシャビン、デニューソン、ロビン・ファンペルシー、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、ゴール前に入ってきた。カカからのパスは通りません。クリシー、ディアビ、デニューソン、アルシャビン、空いたスペースに走り込みます。やはりうまい、体を入れ替えてボールを奪った。さあ周りを見たい、上がった、パスは完全に読んでいた。仕掛けてきました。ファンデルファールとベンゼマが来る。ゴールが見えてきた。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。攻撃に厚みを出してきます。あとチャンス、ファンプルシー、アルシャビン、いました、クリシーです。このコースは読まれていたか、客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。デニューソン、ファンペルシー、セスク・ファブレガス、ウォルコット、ボールはどうだ、ボールの動きが激しい。カリム・ベンゼマ、スペースを狙ってきた。カカです。フェルマーレ、クリシーがさりげない存在感、雰囲気があります。アルシャビン、前がかりに仕掛けていきます。
予感のあるパスがつながった。これは止められます。アロンソ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。この選手がベンゼマです。ラウル、さあここはクリスチアーノ・ロナウド、この動きがアルシャビンです。抜群の存在感、ペペ、ファンデルファールト、カカ、これは厚みのあるアタックになりそう。攻守の切り替えが大事です。デニューソン、アンドレイ・アルシャビン、絶妙、ファンペルシー、素早く詰めたい。ボールはキーパーの手の中へ。気迫が伝わるセーブでしたね。この試合分かりませんよ。ファンペルシー、ボールにはウォルコット、ファンペルシー、ゴールが見えてきた。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここにサニアがいます。ウォルコット、スローインでのリスタートとなります。サニア、クロスを入れたい。折り返した。アルシャビーン、カットされます。アルシャビン、ディアビ、ファブレガス、狙ってましたか。カットします。タカが絡んでいきます。ゴールは無人だ。コーナーを取りました。レアルマドリード、当然狙う。ポスト、ドローで良しと思うのか、勝利を取りに行くのか、ベンチの選択が問われます。味方が上がってチャンスを作りにかかります。これは決定的になる。シュート、ゴール、ゴール、ゴール、試合をも決める一撃。このゴールは嬉しいですね。まあこれでほぼ試合が決まりましたからね。これは嬉しいですよ。でも気を抜いてはいけませんよ。さあ味方が上がっていきます。カカ狙いましたが、これは難しかった。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。アーセナルのフリーキックでゲームが再開されます。もうボールが動いてますよ。これはいい連携です。ヘッドだ、しっかりキャッチ。勝負どころと見たか、前に飛び出します。ナイスパスが通る。攻撃を組み立てます。打った、クリスチアーノ・ロナウド、これはうまくミートできませんでした。さあゴールキック、最後の攻撃になりそうです。スコアは1対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。